とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は大晦日。今年ももう終わりですね。今日のダンジョンズは、ボスを全部倒していきたいと思います。確か9体、ボスいるんじゃないかな。で、そこで、縛りを一つ入れて、同じ武器は使わないこと。これを縛りとしてやっていきたいと思います。では、今年最後のマイクラ、行きましょう。それではまず1体目のボス、大釜ですね。これを使っていきます。サブリューイング263です。ワンパンでいけるかな？どうやろう？ちょっとわかんないですけども、やってみましょうか。ほい。行くぞ。よし、OK。あーちょっと待って、雑魚が。おいじゃん。2周目はカジバのボスですね。装備はこれ。覆われた怒り263です。では、行ってみましょう。ここは余裕でしょ。いや、さっきのとこもすごい余裕だったけども。まあ、ここも問題なく。おい、は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 い。次はこいつ、リッチ行きましょう。装備は重力のハンマー263ですね。これで、ちょっと一発じゃないけどね。ちょっと早く倒しちゃいましょう。影化して、近寄って、で、一気に削る感じで行きます。行くぞ！むちゃくちゃ早い。あ、でも冷気ついてんのか、こいつ。冷気か。はい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 、冷気がついてましたか。雑魚敵の方にね。まあそれは仕方がない。次はここだね。名もなき村人の王ですね。エンダーの心臓かな。変身したらここはこれでいきます。ファイアボルトスロワー263ですね。ちなみに、ダイナモがついてます。最初の一発目はダイナモの一発で終わるでしょう。まあ、間違いなく一撃だろうね。二発目がちょっと厳しいかなというところだね。え、ちょっと待って。ダイナモが消費されてないぞ。おう。いやでも、それなりのダメージしか出てない。ってことは、やっぱりちょっと気のせいだったか？いけ。おー、危ない危ない危ない。まあまあまあこの程度のダメージですよね。だよね。次は森の寺院ですね。これでいきます。機械仮想ブレード久しぶり使うけども大丈夫か。怪しいところだと思うんだけど、まあまあとにかくいけるだけいってみましょうか。いけ、まあまあまあ最初はねダメージないからね。よし、 OK。 ダメージ入るようになった。よっしゃ。でこれ、あ、ミスった。ちょっと待って、アイテムをちょっと取ってると、よし、 いける。なんかいまいち。冬エリアのボスですね。レイスだったね。これ、ダイヤモンドのツルハシ263。これでいきます。まあ、攻撃が入り出したらば、バーって減らせると思うんで、まあ、そこまでだね。あ、待って待って、危ねえ危ねえ危ねえ。ドラを入れるの忘れてた。しっかりドラも入れていきましょう。ここはね、バリアがあると結構楽なんで、バリアも入れてます。行くぞ！行け！逃げるか。逃げるんだよね。近寄ろうか。近寄っちゃおうか。行け！オッケー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 。よっしゃー。続いて、テンペストゴーレム、星泣き夜で行きまーす。行くぞ。OK。
結構きついかもしれないけども、大丈夫っしょ。いや結構きついな、思った以上に。カバンがないとちょっときついか。いやいけるっしょ、そんなことない。カバンがあればなおよしだけども、まあなくても全然いけるはず。ポーションバリアまでね作ってんだから、そうそう死にはしないでしょうよ。 OK いけ、よしここで終わらせる。無理か、いやいける、終わらせる。じゃあ深海エリア来ました。ここは締めぐれ行きます。闘志の締めぐ黄金いくぞ。まあ、ここはバリアがあれば楽っていうのは聞いてるんだけども、ちょっと今日はこういう感じでいくぞ。あードラつけたいドラつけたい。まあいいか、あのシングルモードだからいつでも装備は変えれます。うん、もしもの時はドラに変えて、おい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 、いきますね。あでも大したダメージじゃないな。次ドラでいこう。 OK ドラに変えてバーッと叩いていきます。いけ、おお、まあまあかな。よしこれで終わりでしょう、楽勝。最後ここですね、もちろん使うものはこれ、スポンジストライカーですね。このボスに対してはワンパンは確かできなかったと思うんで若干時間かかります。まあ、普通に攻撃して隙あらば叩きに行くような感じで行きますね。隙あらば行きます。隙あり、まあ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 こんな感じですよ。うん、ある程度のところまでしかダメージは入らないからね。あぶねあぶねあぶね、吸い込まれる吸い込まれる。おお、レベルアップレベル上がった、なんかめでたいな。1115になりました。あまあまあまあこれぐらいのレベル、なかなか珍しい感じではあるのかな。よし突き上げだ、いけ、おお逃げるね逃げるね。でも逃げるけども、こうバリアがあればなんてことないんで全然大丈夫です。もうない、うんうんうん、3回来るもんね、爆発が3回来て。よし OK、 ザコを倒す。さあ最後だお前の。これで球体全部倒しましたね。いけー、おい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 、戻るの早いよ、戻るのむちゃくちゃ早いって。まあいいけど、早い早い戻っていくのがさ。よしさあ来い、最後だ、次こそ本当に最後。いけいけ、よっしゃー。はい、ということで、現在いるマイクラのボス9体倒してみました。まあ若干時間はかかったけどね、こんな感じです。はい、今年ももう終わりますね。また来年もたくさん動画出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは良いお年をお迎えください。ありがとうございました。